おはようございます。スーパーファミコン版、ゼルダの伝説、神々のトライフォース、パート5、ご解明でございます。スーパーファミコンクラシックミーでやってます。やってますんで、どうって話ではないんやけども。違うのかな？なんか、通常と、スーパーファミコン版と違うとこあるんやろうか。トローリトローリ、キノコで作る魔法の薬、トローリ。なななな。おお、ここも違う。そういうことか。あ、ちょっと。なんで、跳ねるんじゃないのか。パパパパと。いや、このわしにいようかな。水かきが欲しい。でも、そうか、でも、ただでは、いや、じゃあ、500ルビーくれたら売ってやってもいい。どうする？500ルビー払う。わはは、では水かきをあげよう。それにもう一つサービスしてやる。泡や水に身を結ぶわしらだけに秘密の水路を使わせてやる。使わせてやる。はい。これ、ゾーラ？ショット。泳ぐ。おー、なるほどな。はい。使わせてやるお主に特別にっていう。それがこれ。どこをここをと。ん？幸せの泉、ルピーを投げると望みが叶えます。投げとくか。20ルピー、どうぞ。幸せが20ルピー増えた。全部で20になった。また一つ幸せになった。ちなみに今日のあなたの運勢は中吉です。はい。何ですかこれ。引き抜いてたんで。引き抜くんでしょう。あれでしょう。どうでもいいけど、この日は切り応えがおかしい。それ、銀行、銀行。よう、野菜、この頃森にも怪しい霧がかかって、迂闊に入れもしねえや。迷いの森になってるわけやな、しっかり。この木はおかしい。切り応えがおかしい。どういうことでしょうか。ここに A 作、B 作の家。特に何があるわけでもなくてですね。おお、横から。俺がもし木を倒せれば、でも倒したら、テレレレレレレンっていう音が鳴って、ってことは、俺がやることはタックルをするんや。お、50ルピー。ってことは、まだあるぞ、なんか。今度はいっぱい投げてくれたね。今度は小さな幸せじゃなくて中ぐらいの幸せを差し上げましょうとか。出てきた。105とか。ああ、同じか。100ごとに持てる量が増えていくと。最大量とかもしかしたら、倍以上になることもあり得る。看板もしかしたらヒントあるかもしれん。勝手にヘブラザーに入ることを禁止します。あ、やっぱヘブラザーって読むか。読んどきゃよかったね、看板。ヘブラザーってここか。ヘブラザー知らんかったやんか。でも、どっかに道があるんかもしれんね。隠されたルートが。え、普通にあるかな。私は。いや、普通に分岐がもっちゃった。どなたか知らぬが山へ行くなら連れて行ってくれぬか。ランプをなくしてしもうての。任せてくんなさい。
足元に気をつけなされ、穴が開いておるでな、そこを右行ってくださらんか、お若い、なんともやっぱり黄金の力を求めて山へ行かれんのか。この先は魔物の山式、たくさんの男たちが黄金の力を求め、この山へ深入りはせんことじゃ。右へ行ってくださらんか。はめたか、俺。右ってそういうことじゃないのか。今、ここやね。ここ右に曲がれってことか。その壺の中にはハートが入っておるはずじゃ。国王にお城に連れて行かれて戻ってこの生贄などきっと司祭の企みじゃ。魔法陣封じた七賢者の力を受け継ぐ娘たちを捕まえて、その力を利用するつもりじゃ。ハートの器じゃねえ、壺の中身も知ってんのに。何やろ、すごいな。とりあえず助けた。ちょっと。やばすぎ、助けて。ああ、むちゃくちゃ生贄された娘、今もどこかで生きておる。それを救う者が現れる時を私は信じて待っておる。お、つい話し込んでしまった。しおりにいろいろとありがとう。そうじゃ、もし魔法陣に迷い込んだ時、この鏡、あんたの姿を映しましたね。ここは何でしょうか。ムーンパール。ここ行きゃいいのかな。それともですけども、違う。ここ出て。失礼しました。出て右になんかあるんじゃない？普通に。いやー、いろいろありすぎて逆にいいって。一回戻るか。この中をまず探索しよう。さすがになんかあんじゃない？期待せずに行かしてもらいますけど。なんや、なんか掘り進めたんかな。それも敵が多いところが怪しいと見せかけて、いえ、見せかけてない。なんかありそうやな。出口、なんでしょう。あかんな、これ右へ行かれへん。ハートのかけら欲しいか。こっから神殿ワープ神殿。これは怪しい。怪しくないのか。もう一回この洞窟に入っていて、先に進みそうな雰囲気を醸し出してたら、何？何やろ？謎いな。なんか落ちそうな雰囲気が出てた。俺は誰、ここはどこ、って手段が封じられてるんで、攻撃できないと。
できないことないかもしれない、もしかしたら。ウサギの、あれがウサギの世界線。水が火山に変わってんな。あれか。時のオカリナでいう少年時代と大人の時代みたいな。闇の裏の闇の、どっちかわからへんけど、そういう世界ってことか。あざーす。ただでも、武器が使われへんな、ちょっと。厳しい。敵そんなおらんしな。そう考えると別に、まあ、そんなに、まずくもないと。普通に探索すりゃいいのかな。でもちょっと広いやな。そう考えると。でなんかアイテムがあれさっきの泉やからだから特にこっから行けるとこはなさそうなんでどうすりゃいいわからん。さっき言ったんやけど他違うな。あ、使えるアイテムあんのかな、もしかして。ものによっては使えるみたいな。通れないや。あ、さっきと同じとこ。すみません、失礼しました。失礼に失礼を重ねておりますが、いや、こういうのの繰り返しで、ああ、なるほどな。じゃあ、下の町とかには別に降りる必要は、でも、なんかあるぞ、いろいろ。じゃあ、ありそうやな。裏の世界なのかな。おぞーす。おう、折れてしまった。入るか。入りゃいいの。この今ミラーを使ったら元に戻された。最初のところに戻された。そういうことなんやろな。はうん、上に行ったり下に行ったり。マップか。トリケラトプスみたいなやつ。あれは強いのかな。そういうわしじゃ。ちょうどサハスララじゃ。重い重量に与える魔物の館でマジカルミラーを使えばいつでも入り口に帰ることができる。忘れるじゃないぞ。マップ見とりますけど、下上登ったり降りたりしながらいろいろ開いてる。あ、待ってるか。あ、お、落とし穴。マジ。
これもちゃんと壁くっついとかな。まずそうやな。おーん。はい。どういうことな。で、ここがボスの扉やから。ちょっと時間いくらいなんで、ここでこんなとこで寝てね。ありがとうございました。お疲れ様でした。